もう一つ最小児童推定に関連して重要な原理があるので、その原理を証明していくことにします。これは、直効性の原理と呼ばれる、原理で、 X の推定値 X ハットと E の積の期待値は0になる。あるいは、センサーの読み値ですね、出力とそれから、推定誤差 E の積の期待値は0になるという、こういう性質です。この性質を、これまで、導出してきた式を使いながら証明をしていくことにしましょう。まずですね、 E のまずこれを計算をしていきます。推定値は今求めたように、これが、X ハットですね。それから X ハットに、E をかけましょう。これに E をかけて、それ全体の期待値が今求めたいものですね。こうなります。E について定数、これが定数なので、E について定数のものをはたき出してやると、そして残りが、もともと E っていうのはこれ推定誤差で、推定誤差は普遍推定量になるように、これが0になるっていうんで、ここの部分が0になります。だから結局これはシグマ W 分のシグマ W 2乗分の C シグマの2乗の期待値の YE と計算することができます。ここでE の YE、 出力と推定誤差の積の推定値が0であることが証明できれば、自動的にこちら側の X の推定値と推定誤差の積の期待値が0になるということも証明できるので、以降はこの E の YE が0になることを証明していきましょう。 E の YE とは X の推定誤差なのでこうなります。これはまず y の方が、cx プラス cx プラス w ですね。それから、x の推定誤差なんですが、こちら側が、となります。なのでこれ変形すると、という計算になります。この中身を展開をしていきます。これとこれ、これとこれ、これとこれ、これとこれの積に分けていくと、となります。ここでこの部分ですが、E のカッコ X カッコ W-W バーっていうのは、 E の、X バー、W-W バーと X バーの E の W-W バーとなりますね。これ中身を、こういうふうに分けただけですけども、で、もともと X と W っていうのは無相関なので、この項は0になります。そしてここですが、 E の W は W バーそのものなので、ここも実は0になります。ということはこの E かっこ X
W-W バー、この子ですね、この子は0になる。同じようにこの項も0になります。したがってこの y カッコ x マイナス x バー x ハットですね、ちょっとカッコないは結局この前の項と、消そうか、簡単だから、前の項と後ろの項だけになって、まあ、こういう形になります。上にも持ち上げますね。シグマ W 二乗分の C シグマの二乗 E のカッコ W カッコ W マイナス W。 こういう形になります。さらにこの部分 E のカッコ X カッコ X マイナス X バーですが、先ほどと同じ変ような変形をして E カッコ X マイナス X バーの2乗か、2乗からマイナスがつくんでプラス X バーカッコ E カッコ X マイナス X バーと変形ができます。でこれ E の X マイナス X バー、これはこれの平均値が X バーなんで、これも0になりますね。ここが0になるので結局これは、これ何かっていうとシグマ X の2乗になります。つまりここで言うとこれがシグマ X の2乗になって、同じような計算でこれはシグマ W の2乗になります。はい、ちょっと消します。そうするとこの計算は C 倍の1マイナスシグマ W の2乗分の C 2乗シグマ2乗のシグマ X の2乗マイナス、これとこれがキャンセルするんで C シグマの2乗ということになります。さてもともとシグマっていうのは何だったかっていうと、これ前のビデオを見ていただきたいんですけども、もともとシグマの2乗っていうのは C2 乗シグマ X の2乗プラスシグマ W の2乗分のシグマ X の2乗シグマ W の2乗でしたね。なのでこれをここにポチョッと入れると、ポチョッと入れてこれを計算するとこの部分が、シグマ C シグマ2乗そのものになります。まあ、ちょっと計算をしてみてください。なので結果的にこれは0となってこれを証明することができました。このように、これですね。それからこれからこれへの導出を一番最初にやったので結局、この2つ X の推定値と推定誤差、それから Y と、推定誤差の積の期待値は両方とも0になるということが証明できました。この2つの性質のことを直交性の原理と呼びます。この直交性の原理は、後のカルマンフィルターを証明するときに、導出だな、カルマンフィルターを導出するときに使うので、ちょっと覚えておいてください。